はようございます。イエローです。岐阜戦の当日ですね。駐車場からアルビンに向かって歩いておりますが、ちょっとやばい。気温は16度を超えているようですけれども、松本空港周辺の風が強すぎて、わーやば。帽子とね携帯も傾いてしまう。これ、風が強すぎる。これは音声がちゃんと収録できるのか。はい、景色は結構見えてるけど、ややかすみがち。黄砂がね飛んできてるとかいう話もありますけれども、はい、結構見えてるな。いつも収録にはマイクにねウィンドマフっていうのをつけてるんだけど、ちょっと見せます。こういうの多分ね、今ウィンドマフがないからボーボー言ってると思います。これねつけてるんだけど、これをちょっともう一回つける。はい、これをねつけてもボーボー言うような風はね、ほんとやめてほしい。めちゃめちゃ風が強い。風強いよ。もう勝手に広報さんがいたぞ。広報さんいまして、選手タオルが欲しいよ。あ、まだあるっぽいですね。お待たせいたしました。どうぞ。こんにちは。はい、ありがとうございます。ギフィーのはコラボは、中になりますね。すいません、今日のガランド、すいません、新商品だけなんで、すいません。ガランドは1つ、はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。はい、1個で1000円ですね。こちら1000円でございます。はい、すいません。ありがとうございます。すいませんでした。また中でお待ちしてます。トキナ選手のタオルを一つ。はい。はい。人が多くなってきて、コーラ率高いね。めっちゃいい天気。結局もらっちゃうみたいな。並んでまでじゃなかったから、並んでまでやったらいや余裕でもらえんじゃないですか。コーラを結局もらってしまいましたね。コーラもらったぜ。イエーイ。あれふわふわ進化してね。あ、今日いっぱい出るんですよ。すげえ、何これ。ふわふわ出ましたね。今日3、4種類出るって言ってたけど、これだけかな。めっちゃやりてえこれあ、でもお金払えば遊べんじゃないですか怒られるぜやばい、キックガンズターゲットがめっちゃ人気になってる。これは後でやるしかねえな。あ、満点だけなんだ。満点はこれです。いやすごい人気、やばい。これはちょっと入場した後にやりに来ようかな。FC 大阪対今治は0対0で引き分け、7回目までは
3対1で長野が勝利、琉球対富山は3対1で琉球が勝利、この2対8では0対0で引き分け。